チョイス、どうも、アクセルのタカ、アヤです。今回の企画は、おい、カラオケで点数低かった方がクライナー一本死亡対決。俺ら死亡が前提。そう、死亡です。どっちの死亡が強いのかっていう企画ですか。あ、なるほど。じゃあもうまず頂上決戦ね。そうです。 YouTuber かかってこいやって感じです。あ、そういう感じね。 OK OK。 まあ、今回なんですけども、カラオケでねやっていこうと思いまして、はい、まあ、無音カラオケでもちろん定番のね、はい、で、1曲ずつ歌って、うん、点数が低かった方が、うん、このクライナー、まあ、1本を飲みます。実際俺は一口ぐらいしか飲んでない。マジ1本なんてまず飲んだ。俺はマックスの5本ぐらいしか飲んだ。飲んだ。あ、これ飲んだ。ただこれ度数が強いお酒なんですよね。そうだよね、15度。うん、まあ僕らそんなにあんまり酒を飲まないので、うん、強いとかも、まあ、正直わからない。雰囲気とか、そうね、その時のノリだよね。なので、まあ今回はそうやって競い合って、うん、もうダメって言ったらそこで終了でいきましょう。なんか吐いたりとか、それでゲームオーバーってなるとちょっと、こうもカラオケなんで、あ、そうだね、ダメなので、うん、もう無理ってなったらもうごめんなさいって言って、あ、もうごめんとかやっちゃったら来月の経費全額みたいな。そうだね。それぐらいのちょっとそうだ、ね、プレッシャーかけたら、そうだね。自信はどうですか。そう、まあ、無音カラオケってところで、そうね、まずね。まあでも今回僕はクライナー飲めないものかなと思ってます。ああ、はいはいはい、ストレートで終わっちゃうのかなって思ったりしてます。まあまあまあ、でも僕から言わせていただければ、このフィールド、はい、この野田市16号店開発から、はい、これ僕のフィールドです。あ、そうなんですか。一人で先週も来ましたよ。この部屋の隣でした。もちろん、開発クラブなので、持ち込み OK だと思います。それではやっていきたいと思います。はい、じゃあ早速やっていきましょう。それでは、いきます。じゃあ、じゃんけんで決めますか。ね、最初はグー、じゃんけんぽん。お手並み拝見してもいこうか。あー、ビビってんね。え、一ビビってんね。どうしようかな、まあ、一発目だもんね。なんかバラードとか言っても、ちょっとね。いや、まあだから、曲がないってところが、その、まだ掴めないわけじゃない。俺が上手いもわかんないから、ごめんね。お口口口問題ないのかな。じゃあちょっと、クソエモ曲出てと。クソエモ曲、ファンの方も知ってる方はクソエモになります。葛飾ラプソディです。いや、知っとんな絶対。で、3年前とかだね。ちゃんともう2年ぐらい歌ってないよ。はい、もうすぐ黙ってた。何してんね。中原に浮かぶ夕日をめがけて、かわいいねな。恋しをまで飛んで、やばい、山田さん。ソーイングしていた大工の頭に、楽器のまんまだと笑われたのさ。どこかに元気を置こうとしても、葛飾亀有、あくびを一つ買う街並みが両方に優しいよ。変わらない街並みが両方に優しいよ。最後ちょっと綺麗できちゃったね。うわー、むずい。でも勝手に尺に26ついてるから、拳も6、ビブラート2。いやー、まあ80はいくんじゃないですか。おお、勝手に来い。おお、81.171。なるほどね。いいね。まあ上場上場だよ。おお、そういう感じね。あ、いっぱいぐらい飲みたかったんだけど。ああ、じゃあこれかな。指定される感じだった。じゃあ選んでいい。いや、君が飲むことになるんだけど。ああ、だからそしたら前の赤をもね。ということで、じゃあ私はマンウィザミッションのローアップいきます。どこかで取った願いのかけら、なおべどだか触れ、ただ消えてく。当たり前のように知らせもなく、またしらじらしく世界は変わる。千年前の僕は荒い夢見て抱きしめては、海を渡り空高く飛び、やり尽くしたのか今は迷い、新天地の先にこの星の答え探しに。無限の未来が僕らを呼ぶ声が高らかに響けば、また走り出せるんだ。 One more time, we're living dance. Now we're the rising now. 我らが夜明けは今。お、これ来てますね。お前、So one more time, we're living dance. Now
18。さあどうだ。いや絶対良かったって全然外してないじゃん。どなたぐらいですか。虹結構出た。よーすごい、思ったよりいた。84.832。84点ですね。あーありがとうございます。ガチでお前ダメだって。企画が潰れるのよ。ストレートで負けしたら。やっぱりこちらいきます。いただきます。はい、あっという間に消えんな。どうなんどうなん。あーだからだー。あっつー。うわ、まあでもテンション上がるからいいね。こっちへ外だから。そう、持ってくるとっていうパターンがありました。いけますか、2回戦目。おぉほら、まあ、ガチでいくわ。まあ、どうしよう、魔界へ行くかな。最近聴いてる曲、あ、ラップしか聴いてないかも。ダメそう、ダメだ、最近ラップしか聴いてないの。メジャーアーティストのラップか、スカイプリスさんの誕生日ラップが車でメイクループされる。誕生日ラップ入ってないの。あのシーン全部覚えてるやん。そう、しっかり一番再生してると思う、YouTuber の方でしょ。じゃあ、魔界へ行こうかな。おぉ、恋人ごっこでいきます。おぉ、これはもう歌いやすさ、高さもちょうどいい。ねえもう一度だけを何回もやろう、そういう夢をしよう。愛を伝えそびれた、でも確かに恋をしていた、恋をしていた。これ分かってんだ。缶コーヒーで乾杯、シーツは閉めて、どうにもならない二人が。うわ外れね。言う通りにするから、恋人どこでいいから、今だけ笑っててほしい、いつからって忘れたいのはいつまでだ。ねえもう一度だけを何回もやろう、そういう運命でいよう。愛を伝えそびれた、でも確かに恋をしていた、恋をしていた、ただ今さよなら。わぁちょっとラストインしたらだいぶ引っ張られちゃったね。でもさっきよりはいいよ。いや全然光ってた、マジで。ほぼ光ってた。うおぉ光っていこう。うわぁまあまあまあ83点。いやいやいいでしょう。ギリギリでしょ。なるほどね、83点。なになに、さっきと全然違うじゃん。やっぱり手抜いてたの。83。まあでも3から14取ってるからね。さっきは結構自信ある。あ、マジで安定に一旦。なるほどね、小手調べ感あったけど、でも俺ゴロすぐ潰れるからやばいよね。むしろ行く。俺が松永さん。なんでなんで。そういうことじゃない。無音カラオケでラップは無理かな。ダメ。行け。おい、いきなりもう飲む気満々や。行くか。なんとかしてみよう。あの日リンゴの木の下共犯で踏み越えてみた境界線、すぐり坂の追い金で追い立てられてこんな次元へ。俺としたことが俺ごときですら俺に限って、いやまさかね。君のせいにした秘密を手にした、ひじ軸の早見いきなりあっという間目が覚めるかと思えば空に落ちてゆく、なんというかやめられるもう一度限り。これはまずいよ、してんのよ。その飲み方しないといけないわけじゃないよね、別に。味はお口くちくちもなみもなみでした、やっぱり。うわーもういいの。いいよ、そろそろ回してよ。早いなー、そろそろ聞くか。エイジーは歌いやすい。僕は今無口な空に吐き出した孤独という名の雲、愛が僕に噛みついて離さないというけれど、
舞い上がってゆけ、いつか夜の向こう側、うんざりするほど惹かれ君の歌。やばい、ちょっと後半怪しくなってきた。やばいよ、惹かれ君の歌。うわぁ、どうだ、怖いなぁ。 OK、 もうそっから勝てんよ。82.1089 ね。オッケー、まあ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 、でもまあ、愛がどっかで見せてくれれば絶対取れる。スパイラー行くか。スパイラーイマジネーションです。揺れる影ろうを滑り出す汗、響き合う声、叩き合う肩、開けたバロンから空に尋ねた俺たち、この夏どうなんだいね、ミスタービューチャー。いつだって誰だってそこに立ちたくて、間違っていらんだってもがき続けて、ネバーギバー、このまま終わりたくはない、このイマジネーションを抱えて俺は行くよ。 Oh oh、 このイマジネーションを抱えて自信はでも結構あるな。走りでしょ。90.2 取れんの、ロンカラオケってこれ企画会を90点いかないと終われませんでしょ、このんで。いや、お前もう終わりです。お疲れ様でした。おいさ、マジで企画なんじゃないじゃん。2本目ぐらいじゃん、俺人生多分。もう僕のタカちゃん出ちゃうよ、タカちゃん。タカちゃん、タカちゃん出ちゃうよ、タカちゃん。ラブストーリーの曲は、もう大人だったら絶対90。おー、狙いに行く曲は、落としに行く曲が入ってるんですけど、うん、これでもう僕はハイと落とします。一つ伝えた言葉を胸に抱いて、今日もまた同じ道歩く、詰め込んだからさあ扉を開けて、二人の未来を見つけよう、怖がることはないのさ。やばい、勝てんがない83だったら。いや、ほんと危なかった。だから4杯目ですか。もう4杯目です。4杯目いきます。はい、よいしょー。もう追放されてます。マカロニ鉛筆さんでヤングアダルトいきます。夢を見失った若者たちは希望を求めて文学をはたまた汗も未練のスマートフォンを握りしめて詩を書き溜めるハロー絶望。こんなはずじゃなかった書いてもね、そんなもんなのかも。
もしれない。僕らに足りないのはいつだってアルコールじゃなくて愛情なんだけどな。説得力。夜を超えるための歌が知らないように、手首からもう涙が流れないように、無駄な話をしよう、飽きるまで飲もう。僕らは美しい明日も塩コショウあたりとか。そう、 A メロ B メロ、 A メロ B メロ、 A メロ B メロですよ。いつまでいいのか。うわーいいね。春晴れたらいつものような日は、今日へとつながる想いの海で残し、輝きますよ名前とったかわからない思い出の写真。これからどれだけ飲んでるんだけど。はい、よっこいしょ。君に会えたことだろ。バックナンバー。ちげえよ、クリーパーハイプか。どっちもちげえわ。クリーパーハイプでもバックナンバーでもね。クリートだけ行きます。すいません。俺は打ってるから許されるけど。どうしようもない。君に会えたこと。絶対はしごいてない。はい、でお願い。おいこれそそで一本ですか。これそそ一本ですかね。先歌ってもらっていいですか。そうだね。ごめんなさい、ちょっと声聞いてきていいですか。さあ、ここで言うまくってるから。そうだよ、ね、日本だ、ね、やばいっすよ。胸の中にあるもの、いつか見えなくなるもの。80.014 ということでね、ちょっとこのままね普通に歌ってるとそれも置いてけぼりのとこもあると思うんで、まあこれね、ジャンルの方をね決めて、おお、縛りですか。そうですね、縛りですね、やっていこうかなと。なるほどね。まあ最初じゃあアーティストでいきますか。ああいいね。2人の共通のヒゲダンは、あ、ヒゲダンいける、ヒゲダンいける、うん、ヒゲダンでいくか。ヒゲダンでいきます。俺も、俺も、俺ミックスナッツかー。ミックスナッツいかそうだ。元気いいよな、俺わかんない。隠し事だらけ、継ぎはぎだらけのホーム、ユロー、うわやばい、79.8。これ絶対取るぞ。隙を見せた、イエスタでインしたかよかった。プリテンダーいきます。おい、キー下げんのかよ。4つ下げました。いけんのかよ。キー下げないと歌えねえんだ。グッバイ、君の運命の人は僕じゃない。辛いけど否めない、でも離れがたいのさ。やめろ、いくら、うわー全然違う。88点。うわー、ここに行って初めて飲みます。お口くちくちもんだみをいただきます。例えるならモンダミンしかない。例えるならモンダミン。ベイキーはこれ飲んで大喜びしてる。ちょっと理解に苦しいぜ。よし、もうこっから僕の時代ですね。じゃあ決めていいよ。じゃあ時代を検定して、夏の曲にしてよ。あ、俺いいのあったわ。よかった、いいのあった。俺わしゃ夏といや何を知ってるんだ。スクリーンかだよ。じゃあ、あー、真夏俺、言われた
てる。82.936 と。まあ、着差ゲームだね。焦ったー、70点台だと思ったぜ。さあ、で、貴様は何だってんだい。夏の曲、鈴木鈴木で、海のリビングいきます。なるほどね。あれでもお前確か、モンカロッケ前やらかしてた、やらかしてましたよね。4人乗りの車で走らす、我が線でこの歌流して。85ぐらいでいいんじゃない。はい、夏の曲が、夏の曲が、オレンジ色のやつ。はい、ジャニーズいきます。おお、いけます、いけます、いけます、知ってます、知ってます。ジャニーさんね、まあ、ほんとジャンルはいや、もうね、めちゃくちゃ本当に広いですからね。エンドレスゲームでしょ、家族ゲーム。ありえないことばかりさ、もがおしかないのさ、正義で85.941。 よし、危ない。さあ、誰にするんで。まあ、まずスマップなんですよ。おお、やばいな。シェイクスピーカー、シェイクシェイク、ブギーの胸騒ぎ、ジョベリベリ最高、ヒッピーハップシェイク、シュッシュ、星が流れてく、明日からハレルヤ、まあ、もう回せなくなってる動画を。
いや、まだ行きますか。まだ行きますか。大丈夫ですか。一瞬の命を休まな、その先揺れるまな、時には膝をつき悔し涙流し、この今を駆け抜けていく One way、 もう通らない覚悟の Long way。 バカなような願いI'm not to be to be conscious
いやー、イハラララララでのドクター違うか77.166 勝てるなし。あのー17飲んだ男ここにいるの、どうなんだろうね、わかんないんだよ、その基準がわかんないけど、俺らは多分それ飲めないと思ってたね、1人10分飲んだらやばいんだから、やばいしたけど、カラオケ歌いながらだと間違いなく血圧の上昇でこうガンガン回ってんの、確かに。とりあえず、モンダミンラストなんで、飲んでるのラストのモンダミン17本目。あー、大変大変。もっと持ってこーいじゃないの。で、まだ行くよ。おお、まだ俺は負けるつもりはねえから、これでもし、なくなってもストガンがあるから、ここじゃ。いや、いいけど、お前これを全部飲むやから、ね、その時いけ、入れろ入れろ。ソシミツさんで、おぉスターでございます。もちろん全てが俺様の通り越ったら自慢したいだけ、もちろん今だけ俺を愛してろ、誰も俺を止められない。ロマンティスト。誰も俺を止められない。うわ、やっべ。いや、うわ、80.070。うわ、やばい。まあ、東海オンエアのとしみつさんの歌を歌ったってことは、じゃあ僕は。俺らリサイタルズを歌いたいと思います。マジ3人ですよ。リサイタルズで。大丈夫ですか。カリスマのまだカリスマーチ、スタのスタスタスーパーシャイ、シンロより目立ちたい、にんまりしき勤めて早5年、へいへいへいさ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 いテクノマイ、本は秩序にキスして、ガキ大将も楽じゃない、目立ちすぎる人生さ最強、てててててて、ポエー。さあ、俺とトントンって感じでしたよ。78.294、一本どうぞ。危なかったぜ。お、ほら戦う剣を持ったな。ワンピースは実在する。そう、やはり僕宣言したということでよろしいですか。立ったまま死ぬ白ひげのごとく敗北ということでいいんですかね。ギブアップなもう無理です。やったぜ。割と5個前ぐらいからね、クラクラはしてた。結構頑張ったな。じゃあということで、はい、行きましょう。やったぜ。飲んだのは一本だぜ。こんなはずになるつもりはなかった。僕もこれもない予定だったからね。これよ。そのお酒強い人からしたら分かんないんですけど、うん、まあ僕の中では多分初めてなんですよ、こんな。まあ記録更新したわけだしね、うん、まあもし次回できたら、まあ、リベンジ戦でお泊まりでやりたいですね、僕は。いや、せっかくならね。だからもう、そうですね、その時にはもう右上とか左上に提供ダウンが書いてある可能性があるんだけど、まあ、ぜひ皆さんも、まあ、無音カラオケってね、普段と違うね、楽しみ方もあると思うので、今回やったような曲もやっていいと思うんですけど、まあ、無理はせずに、強要はせずにね、ぜひやってみてはどうでしょうか、どうでしょうか。皆さん、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ありがとうございます。で、皆さん、15万人目指しているので、皆さん、拡散の方もよろしくお願いします。お願いします。それではまた、次のカラオケ、お酒、聴くでお会いしましょう。バイバーイ。ウィンナー。風を切って走ってゆく希望の街へと。本日もご視聴ありがとうございました。次回のアクシエンターズは川越にある謎の居酒屋、ここではなんとどでかメニューがあるそうです。お楽しみに。